なんか雨降った後だからちょうどいいじゃん、光って。紅葉もここは綺麗じゃん。あ、本当だ、紅葉してるね。まあこれからだな。見ることができる。県外だね。もうそうだね。もうちょっとね、遅くなると。県外が美しいね。もうわあ美しいね。夜になると余計美しいね。なんかこれあれだね。終わりだけどさ、これだってさ。赤いね。ヒガンバナみたいだな。細くて。いや盆栽だね、右側が。すごい盆栽だね。これすごいな。うわーかわいい。こんにちは、市長。これもうほらみんな遅いよね。の周りの具合がすげえな、これ。もう木だね、もう。木なんて木じゃねえね、普通は。もう木になっちゃってる。大きくライトアップして、あれは初めて見たな。ね、うん、あれは初めて見たね。あれ、ぐるっと回ってくればあれだら。そうだね。下から。こっち下から見た方がいいんじゃねえ、いきなりあれ 見るよりも。あれ、後から見た方がいいんじゃねえ。最後に。あ、ほら。こっちに映ってるのか。映ってる、そう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 。綺麗だね。あ、こっちもやってる。これ富士山ね。富士山か。うん、へえ。遠くに見える。ほら。そうそう。今はもう家があるからさ、どっかここまでは来ないかな、どっかで泊まっても公園だよ。あ、綺麗だね。終わったのかな。私この色も好きだよ。この屋根すげえじゃん。あ、これもすごいじゃん。でかいね。こんな立派だね。
あれ大きいね。企画だのあれがあるんだね。うん。え、あんな大きまであるの？あるよ。ほら、電球の。ここ通ろう。そこ通るのもいいけど、そっちもあれじゃん。だからやっぱり帰りこうなんだよ。あ、そうか。こっちから行って。やっぱ上から行くか。あ、向こうもあるから。そうなんで、難しいんだよ。回り方が難しい。そうだよね。何かあるのか。うん、ダリアはね、そうそう、うん、昼間見ると綺麗なんだよ。いや、昼間も行ったら来たから。あ、白も綺麗だね。うん、そうだね。大きいね。まださ、何にもほら、うん、あの茶色くなってないから。そう、汚れてないもんね。ほんと綺麗。入れ替えたね。うん、あ、こういうのもいいよね。難しいね。すごいね。ザルギクなんてない、ね。うん、そうだね。なんかダリアみたいだもんね。日本菊連盟会長賞だよ、これ。おお、色が花が、は、花のあれがいっぱいあるかな。あ、そうか、いっぱいあるかな、かもしれないね。で、大きいで、向こうより花の大きさが、うん、色もいい、ね、そう、色もいい。奥も綺麗だね、あの。これでも大変なんだってよ。手入れが大変さ。匂いが強いからさ、虫が来るだろ、夜で。あとにあれしてるね。何が？今あれだろ、八重の桜だもんな。何、あさって。バスってでもなんかあでやかだったのかな。知らないよ俺。わあ、すごい綺麗。これでもさ、色あれだよね。うん、色ね、濃いもんな。また違う色のやつが出てくるんだけど、綺麗な色。一雨降ったからちょうどいいかもね。な、濡れてて。ほら、ここら辺なんてもうさ、夜だから。うん。こう夜だからいいけど、昼間見るとあれかな。あ、屋根が綺麗になったわ。あんなに来たんだ、来てる。うん、そんな咲いてなかったもん、花が。うわ、綺麗になったわ。1ヶ月ぐらいもあるんだから。うん、全然綺麗になった、屋根が。こんな赤にして。屋根が美しいね。菊の花いっぱいだね。あー、美しいわ。この色いいね、私。ほら、こういう赤を使いたい。これが赤だからなんてわかんない、ね。ダメだ。暗くてわかんねえ。色が。ほんと綺麗なんだけどな。残念だね。暗すぎてわかんねえや、色が。残念にね。わかんないね。あれがない。天守閣登れるといいのにな。はしごで埋まってよくあるだね。動物たち見てるね。うん、ラッキー寝ちゃったか。これどこ行った。うん、もうあれに宿舎に入ってるんだよ、動物は。ああ、ここのことか。風あったのか。ああ、風だね。倒れてるね。これ昼間見ると綺麗だね、この赤は。うん、こういうだけ咲いてるの。この間ほら、来た時は全然こんな屋根の上には咲いてなかったもん。だって初めの日だったっけか。そう、2日目あたりに行ったな。そう、幼稚園生とか小学生がいっぱいいてさ、ギャースかギャースかで大変だったよ。
今年の屋根は綺麗だわ。これだけ厚く。あれが何なのよ、あの上。うん、社長子だろ。隣今あれだね、ちっちゃい。社長子は聞くってわけじゃねえからな。うん、結構細かいとこまで気使って作ってるよな。やっぱりさ、もう少しに聞いたらさ、もう少し頑張りましょうってことか。あ、そう。ほら、もうこっちなんてこんなになっちゃう。うん、そうだね。ああ、いいね。ね、うん、もう古く、もうあれだね。みんな枯れちゃった。うん。ここが一番あれだ。こっから見る富士山もいいら。これいいんですよ。お月さんだ、本当だね。あれだけなんだ。こっから見る富士山もいいんじゃない？ねえ。うん。遺産、世界遺産だもんな、これね。うん、うん、もう枯れちゃったのかみたいね。花が茶色くなって、あ、これだってもうこんなになっちゃったからね。本当だね、ぺっちゃんこになっちゃった。本当だね。黄色だったのかな。白だね。ああ、ここもなくなってる。御殿場のところが。これは金剛だね、全部。三島市以外だ。長泉とか伊豆の国市。うん、あ、一つはもう、うん、もう終わっちゃった。ああ、いいねこれ。マユシ君のアジですか。え、そうです。うん、ね、られてあってもそうか。そうですね。これ60何回だから戦後すごいですよね。だから始まったの。戦後ずっとやってんの？うん。ずっと。私子供の頃からもうやってましたからね、楽寿園で。菊、ね、人形だったんですよ、昔。お人形さんが、ね、そうそうそう。よくね、うん、いろんな侍とかああいうのに着せて。私ビーナーリーが好きだったね。でもだいぶ前に行ってくれた。福島の方だってほら菊人形だ。そうだよね、菊人形が一般的だよな。菊、こういうあれ、ね、真ん中行った。うん、だからあんまりね、あれだよ、ここ一番行きがいいかもね。あ、これだ。一番早かったから、ここが俺が来た時はまだまだ元気じゃん。ああ、そうでもないのあんな、あっちなんてもう絞れちゃった。やっぱしな、小さいとあれなのかな。うん、そうだね、やっぱ大きい方が元気がいいな。なんかアジサイみたいになっちゃうな、大きさ的に。
フルマンマの分で県議会議長賞だって特等だよ、してみたいまあこれも立派だねスーッと伸びて背も高くてねこれの方がさ、幹があれで当たり分けててもダメなのかなでもまあ2枚だけど、こっち向いてないからわかんないバランスだな、きっと頭でっかちじゃダメかなんて言われちゃうのこれなんか美しいもんな白くていやこうあれしてないじゃんこうもっとこんもりみたいなあ私どっちか言うとこういうのがいいなうんほらこれなんてまだまだここがあれだから開くよこれも長持ちそうだねなんかあれ、あれ似てるよなあのなんていうかなんだ食べる菊菜だなヒガンバナの花びらみたいな感じだけど一本一本が細くてもう菊に埋もれてる感じするねこうやっていいね菊もねバラもいいけど白が一番綺麗なのかなうん白がいいね純白でいやこれはまたあれだ本当にしたいこうあれになってうん色もちょっと変わってるしなちょっとピンクが変わってる、うんこれなんだろうあこれでも乳腺だよあちょっとまだちっちゃいのかな、うん、手がうん雨があちこち濡れてるからいいかもねないい雰囲気かもねがいいよ、ふーちゃんは向こう側から見てみるかふーちゃんたちあ、デッキに乗ってみた方がいいのかねうん、だから上からふーちゃんたち、ゆーさんだもんね、ひどうん、そう、見てるこいちゃんも、ゆっきも見てるなえ、ゆっきだって乗ってるよ小学校来てねえの小学校もいたよゆっきたちはだって自然の沢だ言ってたあ、そっかここねえのかなやっぱ上登ると頂上じゃあ裏側はでも降りれねえぞ直接降りれねえな通り抜けなきゃすぐ、まあいいなこんなもんだねそれあっちが正面だもん、すぐするここ空いてるよでも一にもう一度売ってるんだね。これも遠くで見た方があれか。ありがとうございます。